よし。乾杯。あー、お酒はやっぱうまい。これから餃子焼いていきます。まだまだ食べるものもいっぱいあるので、まあ、食べて飲んで喋って楽しみたいと思います。キャンプ楽しんでますか？うぅ、辛い。やばいやつみたいになってる。辛いの食いすぎた。やばいね。だいぶ舌はね、落ちてる。舌は治ったもん、うん、今餃子焼いてます。いいよ。じゃあ餃子ひっくり返していきたいと思います。よっ。おい、来たぜ。やばくね。おい、食べよう。おでこに虫いた。バトワイザー開けてきます。開け方もこのもん。あれ入ってるけど。えい。じゃあ餃子いただきます。うまいです。うん。あー、肉汁うめえ。キャンプで食う餃子うまいね。餃子にバトワイザー最高。いやーマジうますぎる。餃子とビールをキャンプで食えるってね。餃子、羽根付き餃子だね。うん、最高やな。あー、うまい、うまい。これは勝ったね。勝ち。勝ち。圧勝、優勝。アメリカ人だ。クラブを襲撃した犯人を見たとき。ナンバーワンに確認。了解。キャンプしながら映画鑑賞してます。昨夜君が見たことを全部話してもらいたい。これ警察じゃないんで、了解。ね。もうすぐ着く。はい、だいぶもう真っ暗になってきて、いい感じに酔っ払って、今はおつまみ食べながらお酒飲みながら映画見てます。で、箸はちょっと眠くなったんで、一旦ちょっと15分ぐらい仮眠取ってからまた撮影しますね。いやー、キャンプやっぱいいわマジで。うん、しかもこの時期はね、あんまり、さっきはちょっと虫が多かったんですけど、なんかいきなり虫ももうパッタリいなくなって帰ったのかな。だから日頃の、まあ、仕事のストレスとか、まあ、疲れとか、まあ、そういったものから解放されて、やっぱりこういう大自然の中お酒飲んで美味しいもの食べてゆったりするのが、まあ、キャンプの醍醐味かなって感じがするんですけど、もうこのね、良さをぜひいろんな人に知ってもらいたい。本当に普通に旅行行くよりかも絶対めちゃくちゃいい。本当にこれを保証します。そのキャンプ自体もやっぱりそのいろんな友達とか連れてって、友達の輪を広げてもいいし、で彼女家族がいる人とかだったら、まあその彼女家族をこう誘って連れてきて、この最高の思いをさせてあげて、やっぱ非日常感、こういうものが本当にね、人生の中での喜びの一つにやっぱりなるようなものかなって僕は思っていて、あまりにもね、魅力的すぎるキャンプはマジで。なのでこの動画もし見てもらってる方とかで、あれキャンプ行ったことないですとか、全然経験ないですって人は絶対に行った方がいい。もうね、お酒も料理も全てにね、もう良さをね底上げしてくれるキャンプのこのロケーションっていうのは本当に、はい、まあ、こんな動画ですけれどもね、引き続き楽しんでみてもらえると嬉しいです。一緒にキャンプをですね楽しんでもらってるような思いで見てもらえるといいですね。ぜひ
引き続きお楽しみください。はい、じゃあ早速、まあなんかキャンプの、まあちょっと面白いところでこういうチャルメのラーメン、これだけ食べてもキャンプではめちゃくちゃうまいっす。いやー固まってる、うん、ほぐしてほぐして、硬くなって柔らかくなっちゃうよね。ちょっと早めに入れよ、早めにもう全部こう、うん、It's my yeah!いきまーす、いただきまーす。おう、わー最高。難しい、設定が難しいよ。わー湯気が、湯気が映える。あ、うめ、最高。いっぱい食べれそう。いっぱい食べる、いっぱい食べの君が好き、いっぱい食べの君が好きオリジナルソングです。いや、あったでしょ。あったっけ、うん、著作権あったよ、著作権か。めっちゃ湯気出てる。この湯気からさ、今俺らがいるところの寒さわかるよね。あっか。嫌いだよ、まだ枯れない花も。はい。はい、カラオケしたけど周りには誰もいません。多分迷惑かかってません。あのマジでマジで本当にね、誰もいないんだ本当に。怖い、怖いぐらいマジで誰もいないよね今。いたら怖い。だからワンチャン今クマに襲われてもね、だからどっちかを犠牲にしてどっちかがこう助けを呼ぶっていうね。俺自分だけ車入って鍵閉める。えぐ、マジでさっきからもう靴ばっかだ。カルビ、カルビか、うん、いや違う、あ、カルビ、カルビか。じゃあカルビ、焼肉のタレにつけていきます。うん、うまっ、酒進むね。いや男前だね。何も言っちゃって、うまっ、うまいよね、うまっ。やっぱ消防署の方がうまい。いや、タラシクでもうまい、タラシクでもうまい、うん、この後にとってもらう、はい、砂肝も食べていきます。うん、あ、やべえ、生臭い。大丈夫かな。まあ、腹壊すぐらいだからな。死にはしない。あのちょっと噛み切れないんで失礼します。めっちゃのんびりした時間。やばい。あとテントで 寝るっていう楽しみがあるからね。これわかんない、こっちで流れてるか英気が後からつけてるかわかんなくない。あー確かに。あれこれ普通に YouTube で流してる。これ YouTube ミュージック。 YouTube ミュージック、あ、撮ってんだ YouTube ミュージック。俺プレミアム入ってるからさ。あ、そうなんだ。あ、じゃあ広告もつかないんだ。うん、さあさあ、どれだけ濡れてるかな全体が。うまい、それが気になる。うん、朝中がやばそうだね。マジでコード類はテントの中入れたう。うん、テントじゃない、車、車、テントもただね、無事じゃない。じゃあ俺ら死んでるやん、朝来た。びっちゃびちゃ、びっちゃびちゃってこんな、ね、遅くとも1時は寝るか。せやね。
あと1時間ちょっと。さすがに朝があるから。明日もあるしね。こののんびりしてる時間がさ、意外とあっという間すぎてさ、だって日が落ちてからさ、でもかれこれ4時間経ってるでしょ。うん、なんかあっという間な体感。コーヒー飲んできます。だんだん寒くなってきたから、あったかいコーヒーがマジでうまい。あマジで至福だわ。オレオとチョウ、オレオと一緒に行っちゃいたいと思います。うん、ちなみにその帽子どこのチームか分かる？マリナーズ。お疲れ様。あれでしょ、エンゼルスでしょ。お疲れ様。それしか知らん。エンゼルスしか知らん。マジ？ヤンキース知らない？あ、ヤンキースは知ってる。それヤンキース、ヤンキースなの？これヤンキースらしいっす。松井秀喜っすよ。誰でも知ってるっすよ、この YN ってやつ。ニューヨークヤンキース。ニューヨークヤンキースらしいです。はい。まあキャンプの夜めちゃくちゃ楽しんできました。今時間がですね、0時、まあ0時半ぐらいですね。むずっこれ。真っ白何も見えない、マジで。12時半ぐらいです今。まあだいぶちょっと夜更かししちゃったんですけど、ここから寝る支度して、あとはもう本当にぐっすり寝るだけですね。いやキャンプの夜はね一番燃える。もう好きなもん飲んで、好きなもん食べて、好きな曲聴いて、もう全てがリフレッシュしました。最高のひとときでしたね。一応明日は明日で朝ごはん作って食べていって、そこからまたちょっと別のところにドライブ行くので、まあ、まだちょっと動画は続くんですけど、引き続きですね、まあ、自分がちょっと言ってる感じだと思って、はい、楽しんでもらえればと思います。まあ、とりあえずですね、ちょっとあの夜のね、あの湿気というかね、なんか湿っ気がやばすぎて、まあちょっと機械も全部ね、あの車の中入れるんで、とりあえず今日の動画はこちらで以上となります。まあ明日朝また起きた時にあのカメラ回していくので、とりあえずは今日の動画はまあここまでですね。はい、じゃあおやすみなさい。おう、はい、おはようございます。今が7時47分です。昨日はだいぶお酒も飲んで、美味しいもん食べて、ワイワイやってたので、見事に顔がパンパンです。今朝、ちょっと起きた時、一個、ちょっと事件があったみたいで、ちょっと放置してた、なんか縛ってたんですけど、なんか、まだ容量あったんで、まあ、明日もうちょっとゴミ入れたら、もうまとめて捨てりゃいいやと思ってた、ゴミ袋が、カラスに食い荒らされてたみたいで、あかんことになってました。なので皆さんはキャンプとか行って寝るときには、まあ、ゴミは缶ゴミとか以外はなんか燃えるゴミとか燃えないゴミとかないゴミは縛って早々にキャンプ場のどっかに捨てた方がいいです。毎回キャンプの
夜にはなんかしら起きるんですけど、まあそれもちょっといい思い出だなという感じで、この後ですね、朝ごはん作っていって食べて、まあ、テント畳んで、まあ、キャンプ場出発していくんですけど、まあ、なんかその辺の動画も面白い感じに撮れたらいいなと思ってます。ここにいるときさ、ああ、すっちゃうね、なかったら終わった気がする。マジで寝てるときすごくなかったね。やばい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 、行くぞ行くぞ行くぞ、おっしゃ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 、はい、これ潰した潰してる、あるよ、あ、いいか、えい、余計くん閉じる、うん、閉じるんや、やばいやちょっとやばい気がしてきた。そういうもんだ、うまそう。朝ごはん第2弾です。着替えるからね、服の汚れは気にしない。あーあーあーやばいやばい、これはさすがに気にする。はい、いきます。うん、黄身が半熟、やばいやばい、うめ、うん、いつもありがとうございます。低めに構えてください。よしよしよし、どうすか、最高。毎年恒例です。てか毎回恒例か。はい、最後に撮ってからだいぶちょっとすっかり忘れですね、今ですね、もう友達に到着しました。で、流れ的にはまああの後御殿場アウトレット行ってプラプラちょっとのんびり、まあ、中をウィンドショッピングして、その後ちょっとお腹空いたんでラーメン屋さんに2人で行きました。で、そこからちょっとコンビニで休憩して、まあ、曲流しながら YouTube なんかダラダラ流しながら帰ってきました。 お疲れ。今友達に着いて、まあ、荷物を下ろして、まあ、ここからですね、まあ、解散するんですけど、まあどうしようかな、これがエンディングの方がいい気がしてきたな、なんか、うん、ちょっとじゃあ友達にも声かけてこよう。はい、じゃあお疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ、まあ、めっちゃのんびりできたね。そうね、もう貸し切りだったのがマジででかい。まさか、ね、色もめっちゃ騒げたしね、あんまり人いなかったからね。騒ぎましたね。キャンプ自体はまた今年もちょいちょい行く予定だけれども、まあ、今年初キャンプはもうこれで、はいはい、まあお開きという感じなんですけれども、まあ、次回はね、なんかいろいろとまた違う場所とか、ね、発掘して、ね、違う場所とか行きたいけど、夏、また夏前ぐらい、真夏行く、真夏はしんどいよね。真夏はやばいから、去年ね、去年の真夏終わったからね、夏明けぐらいか。はい、夏は海ですよ。夏は海だね。
まあ、てな感じで、まあ、結構、ね、昨日から弾丸でお昼出発からして、うん、まあ、だいぶ充実できたけれども、まあ、次はね、なんかフル2日間で行って、もうちょいね、のんびりできてもいいかもね。はい、まあ、動画も、あ、ちょっと揺れちゃってるエンジンで揺れちゃってる。はい、まあ、持ってやるな、最後。はい、まあ、そんな感じで動画以上となるんですけれども、まあ、この動画結構緩く撮ってきたんですけれども、まあ、この動画もうちょっとでもいいなと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。はい、お疲れ様。ざーす。